高橋直澄のトラブルメーカー。皆さんトラボー、高橋直澄でございます。1週間のご無沙汰、いかがお過ごしでございますかね。さあということで、方南組企画公演伊賀祭り、ね、17日までやっておりますけども、13日の公演私2本出させていただいておりました、ね。来てくださった皆さん本当に、ありがとうございました。楽しんでいただけましたでしょうか。スタジオの中はギリ終わっておりませんのでございましてですね、私はこう感想は言うことはできないんですけども、でも小屋に入って の稽古はやってきたところですので、大体こう、あーきっと盛り上がっただろうなっていう、なんともね、朗読劇ってね、稽古数がちょっと少なめなので、本番でね結構ドカーンとなんか大体爆発するっていうかね、こうエネルギーがドカーンとこうねスパークするような、そんなところがあるので、きっとそうなっていてねっていうところがありつつまだねちょっとね、いろいろねこう最後までこう突っ込んでいろいろやってはいたんですけども、どうかなっていうところでね、もう結果はもう受け取ってくださった皆さんのね感想ね、だと思いますので、ね、ぜひ送っていただけたらなというふうに思っております。よろしくお願いしますね。さあということでございまして、一つね、今月の皆さんと会えるぞっていうのが終わりましてね、また次のがちょっとあるなっていうワクワクも残っておりますけども、そんなところでですね、この人のお話も行ってみたいなというふうに思います。今週のチャロー、はい、行ってみたいと思いますけども、この間ちょっと大きな地震がねありまして、で我が家も結構高めのところにあるので、んで免震構造でございまして、意外とこう揺れが大きくなる、長く揺れるっていうところがありまして、でちょうどね、私何をしてたかというと、チョロにチュールを、チョロ手からチュールをしようと思っていておいでーなんつって、でチョロもわーいなんて来たところで、なんていうの、サイレンっていうんですか、緊急地震速報のヒュイッヒュイッってやつが鳴りましておおって言って、まずそれでチョロがびっくりしまして、ギャーってなって、ですぐ間もなくドンって来たじゃないですか。そしたらうちの、小物の棚みたいなのがバンって倒れまして、結構ダシャーンってものすごい音とともに小物とかネックレスとかその辺がブシャーって部屋中に散り回りまして、もう結構な大きい音だったんで、チョロもものすごく驚きまして、でそれが全部俺がやったみたいな顔でちょっと怖みたいな顔でかなり睨まれましていや俺じゃないからっていうですね、でその後だいたいチョロってペッて隠れるんですけど、その隠れた場所が分かんないのいつも。いや猫ってかくれんぼがうまいってよく言いますけども、本当にね、もうこういう時に避難しなきゃって時にこれ怖いなって思って、だいたいそういうとこ潰していくんですけど、でもそうするとね、隠れる場所がないと猫はそれではそれで不安になるっていうことも聞いたので、そういう場所を作っておこうかなと思うんですけど、把握できてないのが嫌でいやちょっとこれうちのねチョロに関する緊急安全対策なってね俺ってすごく反省したりとかしてなんかね、あのケージとかいつも開けてあってね、すぐこう逃げられるようにとかはやってあるんですけども、でもそこに逃げてくれるわけじゃなくて、いやいやむしろどこ行ったってなってチョロチョロってしばらく呼んでね、探してたっていうね、そんな感じでございましたけど、皆さんは大丈夫でしたでしょうか、まだまだ本当にね、こういうのはいつあってもおかしくないものですから、油断せずにというところだと思いますのでね、みんなで気をつけていきたいなというふうに思います。ということで、高橋直澄のトラブルメーカー、今週も元気にいってみよう。高橋直澄のトラブルメーカー、まずは普通のお便りご紹介してまいりたいと思います。こちらはですね、兵庫県の立海ラブからいただきました。ありがとうございます。直兄ゆけんさん、トラボー、はい、トラボ ー、テニプリ20周年おめでとうございます。ね、20周年ですよ、すごいことですよね。私がテニプリとかっこよくて可愛い丸い文太くんに出会ったのは2011年で、ナオニーを知るきっかけになった大切な作品です。テニプリに出会ってなかったらナオニーを知ることもなかったので、出会えて本当に嬉しいです20年もテニプリが
愛され続けられていたんですね。来年にはテニプリのワールドカップがアニメ化すると聞いて、また映像で動いている文太くんたちが見れてすごく嬉しいです。これからもテニプリを応援していますってことね。なおにテニプリと出会ってくれてありがとうって言っていただいております。ありがとうございます。こちらこそ出会っていただいてありがとうございますね。まあ、あの文太が出るかどうかっていうのはですね、まだ情報が解禁になっておりませんので何とも言えませんけども、今サイトの方ではですね、その20周年に関してのコメントをこうね手書きで書かせていただいたので、そちらが公開になっているということでね、他のキャラクターのね、やられている声優さんたちもみんなね、あのコメント寄せていますので、ぜひあのチェックしていただけたらなというふうに思いますし、この間ね、OVA といいますか、それで描かれたアニメのその後のところからということですので、でね、あんなシーンもこんなシーンもどこら辺が描かれるのかなっていうところですね、我々声優陣ももう気になるところでありましてですね、ぜひぜひこんなに長く続けられているテニプリ、ね、20年やってるけどまだ中3っていうねもうこれ嬉しくてしょうがないですよ。もうあと20年ぐらい中3でいられるんだったらずっとやってくださいみたいな気持ちでおりますので、ぜひぜひ皆さんね、テニプリ応援していただけたらと思います。感想もお待ちしておりますからね、来年が本当に待ち遠しいなという感じでございます。よろしくお願いします、さて続きましてこちらはですね、岩手県の、トラブルネームヒロからいただきました。ありがとうございます。これシワ君ですかね、直澄さんトラボー、はいトラボー、いつも YouTube で楽しく聞かせていただいてますっていう、ありがとうございます、私は直澄さんのご出身地に隣接する市の生まれ育ちで、なるほど、今は岩手の中心部にほど近い場所に住んでいます。普通に暮らしているとなかなか地元の訛りを耳にする機会もないのですが直澄さんがラジオなどで訛りを披露してくださるのを聞くたびに、なんだかふるさとに帰ったような懐かしく和らいだ気持ちになります。ありがとうございますあら、ところで先日のラジオでチョロちゃんになんためんけってやとなまってお話しされているというエピソードがありましたが、このなんたというなまり、私にとっては日常的な言葉だったのですが、岩手県沿岸出身の主人には通じませんでした。なんたって直澄さんがおっしゃった通り、なんとまあという意味であるとともに、感嘆詞というかマジかとかあらまあみたいな意味でも使えたりして、親とか地元の友達と喋るときには結構使うのですが、同じ岩手県同士でもこれが通じないとは。岩手県って広いから方言も地域によって結構違うので、なんたに限らず結構ありますよね、こういうことってありますねこれからもぜひ直澄さんのなまりちょくちょくラジオで聞かせてください、楽しみにしていますということでね、ありがとうございます。すいません、今日なまっておりませんね、後でなまろうかどうしよう、今なまろうかどうしようかなってちょっと思ったんですけどもね、これほら一時期 NHK とかでほらじゃじゃじゃって流行ったじゃないですか、はいはい、じゃじゃじゃってね、じゃじゃじゃジェジェジェか、ジェジェジェですね。あれ実はこの番組でも言ったことありますけども、700人ぐらいしか使ってないっていう小さな地域での言葉だったりするっていうことを聞いたことがありまして、じゃじゃじゃはうちの方なんですよ。だいたい一般的な岩手県の言葉としてはジェジェジェではなく、じゃじゃじゃとかザって言いますね、とかそういうのでジャーって感じで言いますね残念だわみたいなね、特にジャーって言うんですよね。だからなんかこうガーンって物を落とした時にジャーってよく言います。あらららら、あらまあまあみたいなことでね、ジャーって。なるほど、そうそう、大変なことが大変であればあるほどそのジャの数が増えて、ジャ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 みたいなじゃあ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 、いやじゃあじゃあじゃあみたいな、なんたじゃじゃじゃみたいななんたじゃじゃじゃあんま言わないかなちょっと嘘ついたかもしれないそんな感じでね、じゃじゃじゃっていうのがこうね、私どもの言ってたジェ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 みたいなやつですけどもね、はい、じゃあ今後ね、皆さんからこうやってお便りいただくようですのでね、定期的にどこかで訛りは入れていこうかなと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。さあ続いてこちらですね、大阪府豊中市こちょこちょこちえからいただきました。なおくんうけいさんトラボー、はいトラボー、先週ニュースでコロナ禍で喋ることが減ったので声帯が弱くなっていると聞きました、そうなんですよね、ほんと声を出すこと減っています。歌わないしライブで騒がないし、みんなとおしゃべりしていないし、
ね、遠征の時は直友さんたちとも喋って喋って笑って笑って笑いすぎて顔の筋肉が痛くなるくらいだったな、あの頃は良かったなんていうのはすごく寂しくて、いざアライブだってなった時に声が出ないなんてならないように発声練習しなければね、そうですね、あーって声出すのがいいと言ってました。このあーがよくわかりませんけども、どうやって出すあーって言葉で、あの字で書いてあるんでね、あーどうやって出すんでしょうかね、あーって長くロングトーンで出すのがいいっていうことですかね。女性は20秒、男性は30秒を目標でってね。カラオケボックス解禁になったから人からでもいいかもって書いてますね。確かにこれね、おっしゃる通りなんですよね。あのマスクをずっとすることが増えたので、うん、あの口呼吸の人が増えてるんですって。あ、なるほど。はい、それで口呼吸をしますとですね、30% ぐらいしか実は酸素が体の中に取り入れられていないそうで、うん、で息を吸うその肺筋力っていうですね、呼吸肺筋力というか呼吸筋力って呼吸のために使う筋肉も落っこってるそうなんですよ。マスクしてて鼻で呼吸するのすごくしんどいじゃない。あ、そうね。で、うん、で穴もちっちゃいじゃん、鼻の穴って口に比べたら、うんうんうん、ね、なのであのちょっと入るからっていうんで浅く何回もかって口でやっちゃうんですって。でも鼻でやるとっていっぱい吸わないとこうなんか満たされた感じがしないじゃない、酸素で。でそのってやるときにいろいろこう筋肉を使って肺を膨らますんですって。それが弱ってきてるそうなんですよね。でそれで脳がぼーっとしたりとかすることもあるっていうのを見たことがあるので、皆さんもですね、あの口呼吸を本当に鼻呼吸に直して喋るのもね、今後のアライブのためにもぜひねやっていただきたいななんていうふうに思いますのでね、うん、よろしくお願いしたいなというふうに思います。さて、京都府のフーマからいただきました。ナオニートラボー、はい、トラボー。宮田さんとの配信トークイベント、鳥たちの楽園トリックオアトリート開催決定おめでとうございます。ありがとうございます。早速チケットを買いました。当日楽しみにしてますて、ね、ありがとうございます。先週の放送で話題になりました配信中の食べ物の用意についての案なのですが、唐揚げを用意するのはいかがでしょう、鳥だけに。これ多いんだよな、結構な方から言われておりまして、ね、どうでしょうかってね、あのどうしても、ね、焼き鳥とかもどうでしょうかなんて意見もいただいておりますけども、あの一応ハロウィンなのでハロウィンのお菓子みたいなのでやろうかなって我々は思ってるんですけども、皆さんがそこまで言うのであれば食べないかもしれないけど一応用意はしようかなみたいなことはちょっと思っておりますね。はいはいじゃあね、やっぱりハイカラーですか、唐揚げとハイボールでハイカラーみたいなね。まあお酒はね多分配信するんでね、やれないと思うんですけどもね、まあどちらにしろ楽しみであることは変わらないのでね、10月31日ツイキャスのプレミアム配信でね、やらせていただこうと思っておりますので、詳しくはホームページ見ていただきたいと思います。よろしくお願いします。ということで1曲お届けしたいと思います。こちらはですね、神奈川県ピーターパンダからいただいております。いつもライブやイベントでナオニーに会えた時、私の中で嬉しい気持ちや楽しい気持ち、ありがとうって気持ちだったり、たくさんたくさんの気持ちの種で溢れています。ルンルンって気持ちで弾んでいます。それが目に見えなくてもナオニーからの気持ちの種をもらっているような、そんな風に思っています。また会えた時、その時きっと、いや絶対に、私の心の中に大きな花が咲く。ナオニーに会いたい。リクエスト、幸せの種をお願いします、ということでお届けしましょう。アルバム1より高橋直澄、幸せの種。
重点ライブ DVD なおずみ高橋アライブツアー2019ウィル発売中。さらに癒し全開ライブ DVD ターンアライブ4カラーズ雪桜、オンラインストア T ショップにて限定発売中。やりきったわ。充実、まあ、見つけたわ。ジャッキー充実ジューシーズ。今週のお題、メガディダンディスということでね、行ってみたいと思います。まずはですね、埼玉県の3番はアンマンからいただきました。お題、メガディダンディス。子供の頃は引っ込み思案がひどくて、授業中も手を挙げられない子供でした。答えがあっていでも、自分の意見があったとしても伝えられなくて、スピーチとか発表とか大嫌い。放送部の友達を尊敬していました、うん、小学5年生の頃2週間ほど入院したことがあるのですが、小児病棟での学校があり、クラブに入るごとになぜかふとやりたくなって放送部に立候補。病院の放送室から皆さんおはようございますなどと伝えたりしていました、うん、看護師さんが大きな声出せてだよ、頑張ったねと褒めてもらえて嬉しかったのを覚えています、うん、人前で話すのが恥ずかしくて引っ込み思案だった自分が接客業をしているのは、あの時芽が出たからなんだろうなと思っています、うん、ちなみに接客業はしていますが、大勢の前での発表などは未だに上がってしまうので無理な自分です、うん、なるほど。放送部は結構緊張しますよね、これね。わ、うん、かります。とっても、俺ね、俺放送部だったのよ。へえ。放送部だった、小学校の、うん、この番組でも昔話したことあると思うんですけども、うん、うちの小学校はね、あのイントネーションが独特だったのね。へえ。昼の校内放送の時間ですみたいなそういう風な感じでしたよ。小学校の1年生の時に、その菊池弘子先生っていうね、担任の先生だったんですけど、はい、まあ、その先生がその青い空白い雲っていう国語の教科書読むじゃない、うん、あの時にみんなで、さあみんなで読みますよ、青い空白い雲ってやったのねそれで我々はそういうのを教え込まれるわけですよ、1年生からね。でもみんなついついそうな、小学5年生の頃ってなるんです。なるほど全員がはい揃えてみたいになるからね、うん、いやー、よく今普通に喋れててよかったなってちょっと胸を撫で下ろしてる自分はいますけどもね、はい、さあ続いてはこちらのお便りご紹介しましょう。横浜市健康からいただきました。なおちゃん、うっけんさん、トラボー、はい、トラボー、芽が出たこと、庭に穴掘って生ゴミ埋めたらいろんな芽が出たんですよ、ね、どういうこと。かぼちゃ、ゴーヤ、スイカ、あと雑草も。へ、放置すること数ヶ月、一番強い雑草がかじ抜いて伸び放題でしたまだ何が埋めようと思って掘り返してたら、じゃがいもがゴロゴロ出てきました。へ、ゴミ埋めたら芋が出てきたんですポテトサラダ作って食べましたうまかったって書いてます。まだ生ゴミ埋めます。これは無限ループで芋が食べられるのかなって書いてそう、うまくいけばいいですね確かに。そうかそうか、ね、俺もツイッターにちょこっとね、この話題で何個かね、投稿させていただいてたんですけども、この芋から出てきた芽っていうのは実は根っこだったりしてるんですよね、それはね。芽にもなるけど、大体がまず根っこでビャーっと横に行って、でそこから子芋出てくるからね、うんうん、まあ、上にも葉っぱ伸ばすんでしょうけども、あれ不思議よね、うん、なんかこういろんなさ、一つのパーツがさ、芽になったり葉っぱになったり根っこになったりしていくわけじゃん、うん、確かに。あれ見てるとすげえなーいろんな細胞に、まあ、人間もね、もともと一つの細胞だったって思うと、それはそれでやっぱすげえことだよなって、毎回ね、この生命の不思議を感じるわけですよね。何の話さあ続きまして、こちら行きましょう。大阪市の岸尾からいただきました。仕事で接客をすることがあります。常連さんだけどあんまり話すのが好きじゃないのかな、気難しそうな人だなというようなお年寄りの男性のお客さんがいました。一言ずつ天気のお話とか商品の話とかをして言葉をかけるようにしていました。少しずつ挨拶とか相槌とかが増えてきて、ついにこの前
会話が、会話が成立しました。おこの文章の書き方がなんかすごいですね、うん、ついにこの前会話が会話が成立しました。もう今ねあの朗読劇の練習してるんでこういうのね大事にして読みたくなりそしてその方の娘さんが来られた時にいつも会話してくれてありがとうございます。あなたに会うの楽しみに毎日過ごしてるみたいです。最近元気になってきたからどうしたのって話したら、ついに白状したんですよ。めちゃくちゃ嬉しかったです。心がほっこりしたしまだ頑張ろうって思いました、うん、あらね、普通気難しそうな人だから下げようかなとかね適当にしょってペペってやっとこうかなって思うんですけども、うん、話しかけたの偉いですね、うん、したら実はその人もね気難しそうな多分照れ屋なんでしょうねこの人ね、うんうんうん、気難しいっていうかね恥ずかしがってたんだと思う。若い子だしね多分ねなんかちょっと照れてたかもしれないんですけどもね、やっぱそういうのって芽が出るんですよね。心に種を植えるっていうのはそういうことですからね、うん、あーなんか素敵なお話いただきましてありがとうございます。はい、こういうのね挨拶とかもそうですけどもね何がきっかけで仲良くなれるか分かんないですからね、うん、ぜひね話しかけてみたいなって思いますよね。あ、続きましてこちらですね、兵庫県の青い靴からいただきましたありがとうございます。なおずみさん、うっけんさん、トラボー、はい、トラボー。施設職員として働いていた1年目、利用者さんと一緒にお花を育てようと種を探してネットで見つけた種がお手頃価格だったので発注すると来たのは名刺サイズの袋に入った種500粒。おほう、一つ1ミリよりも小さく見えてこれを育てるのかとゾーッとしました。たまたまだったのが私の心配する気持ちをよそに種はたくさんの芽を出してくれました。そのお花の種類ももう忘れてしまったのですが毎日毎日利用者さんと一緒に大切に育てた結果秋にバザーがあった時たくさん株揚げができ近所から遊びに来てくださった方々にプレゼントすることができました。へえ、一つ一つのお花と一緒にいつもありがとうのメッセージを添えて今は別の場所で新たに働いていますが直澄さんがいつも諦めない勇気をくれるアゲインを聞くためにこの種話を思い出してまた利用者さんの気持ちに寄り添って頑張っていこうと決意する日々です。ね、リクエストアゲインかけてもらえたらむっちゃまた頑張りますっていただいております。そうでございますか。いや素敵ですね。たくさん植えてそれをねいつもありがとうってもらった方も嬉しいでしょうしねえ、あの育てたやつきっとね花もらうと大体みんなこうあらってね、あのなんかの実験でもやってましたけど花もらってえって顔する人はほとんどいないっていうね大体こう笑顔が伝染するようなね本当に素敵なことだと思いますしね、うん、いやいやいや本当にね、いや500粒育てたってすごいですね、うん、確かにねえ、だってやったことないわけですからね、こういうのすごいですよね。あ、ということでね、たくさんのお便りね、皆さんメールありがとうございました。今後のお題はですね、かわいいいたずら、そしてハム料理行ってみたいと思うので、メールでどうしどしお待ちしております。以上、ジュージュージューシーズのコーナーでした。ということでね、リクエストいただいてた曲お届けしましょう。高橋のおずみ、アゲイン。そうとしてもがいて見失っても全部消え去っても今が全てじゃないだけど今が明日を作るんだ。過去も未来もそうやって生きていくゼロじゃないさ。
高橋直澄のアゲインに乗って最後は天体観測お届けしたいと思います。ということで皆さんの目が出た話たくさん聞かせていただきありがとうございます。目が出るって嬉しいことだよね。なんかこう小さなこう出てきたばっかりの目ってこうツヤツヤしてたりとかしてこう生き生きと生命力にあふれててめちゃくちゃね力もらえるななんて思いますし、まあ、その目の出るタイミングっていうのはいろいろありましてね、すぐ出てくるやつとか時間がかかるやつとかまたは出ないままのやつとかもありましてね。でもその出ないやつももしかしたらこう違うタイミングで出てくるのを待ってるのかもしれないし、まあ、そのままダメになっちゃって何かの栄養になってね他の目の助けになってたりっていうこともあるかもしれないしね。ということでね、今は今まで通りにやればなんとかなるっていう感じではないご時世でございますので、どうやったらこう目を出して成長してくれるか、そのために何ができるんだろうかみたいなことをですね、なんかこう自分の中でも考えさせられることが多いんですけども、まあ、だからこう目になる前にね形を変えたりしたものもありますし、まあ、目を出せそうだなっていうところにねやっとそこまで成長したものもありましてね、今はそれを大切にこうバリバリとこう育てようかなというふうに思っております。来月にはきっとそのお話ができるんじゃないかなと思いますので、ぜひ楽しみにしていただきたいなというふうに思います。何度だってやれるっていうことですよね。今週の天体観測のコーナーでした。お送りしてきました高橋直澄のトラブルメーカー、いかがでしたでしょうか。番組では皆さんからのお便りお待ちしております。メールアドレスです。東海ラジオはトラメカアットマーク都会レイディオドット co.jp、 ギフちゃんはトラメカアットマーク zf-web.com、 東北放送はトラメカアットマーク 1260.jp、高橋直澄のトラブルメーカーそれぞれの係までお待ちしております。メールの方は懸命にコーナー名を書いて送ってくださいね。番組ホームページは高橋直澄オフィシャルウェブサイトのトップページにリンクが貼ってありますので、よろしくお願いします。ということでですね、最近マスクすることが多いじゃないですか。で、私最近マスク二重にしてかけてるんですけど、でさらにメガネかけてるじゃないですか。で、外に行くときに使ってるあのイヤホンがですね、骨伝導なので耳にかけるやつなんですよね。だからね、耳にかける耳が渋滞してんの4つもかけてるでしょ。メガネでしょ。で、ゴム2本でしょ、マスクで、イヤホンでしょ。とね、耳がね、キューってなんかね、くるって丸まるのよ。で、ブルンって取れたりするあとはそのイヤホンっていうかね、その骨伝導のイヤホンのねところにね、マスクのゴムが絡まるの。どれが先に取ったらいいか分かんなくて、それでいつもはーってなります。ということで、お時間かけました。30分のお相手は僕高橋直澄でした。また来週もここで元気にお会いしましょう。それでは今夜はおやすみ、メロン、またねー。初めて出会ったあの場所が言葉より伝わるもの感じてた。忘れないで、忘れないよ。悔しくて辛い涙も嬉しかった。ボーカルとギターで冬から春、そして未来へとストーリーを紡ぐ、オンラインストア T ショップにて限定発売、ドラマチックライブ DVD 直澄高橋ターンアライブ4カラーズ雪桜。この思い届けたい。